はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカーシャドウオブチェルノブイリ、衝撃のラストを迎えてから またやってきます。前回はね、バッドエンド分岐、あれはバッドエンド分岐の、所持金5万ルーブル以上持っていた時の場合のバッドエンド、マー君、僕は金が欲しいと言ってモノリスに願いを叶えてもらおうとしたら、まあ幻覚上願いは叶ったけど、結果的に瓦礫に埋もれて死亡。エンド、ストロックを殺すという目的はどこへ行ったのかという状態で、グッドエンドに分岐させるためにこれを、あ、結構遠いな。え、結構遠いっていうかコルドンやん。帰ろうか。いてててて。てなわけで、このちょっと放射能強強地帯から抜けてコルドンへ行って、このガイドっていうやつと話してクエストやっていくと、グッドエンドが見れる。グッドエンドというか、まあ新エンドってやつか。だから帰ろう。だいぶ遠いよこれ。乗り物調達しないとな。さて、じゃあ帰りながらおさらいをしたい。ちょっと迷わないように車乗ったらさ、このアノマリーとかに突っ込んで変な挙動を見せるから走るとして、待てよ、おさらいしようかなとか思ったけどさ、この辺ってとんでもない数のモンスターに襲われた場所じゃね。一度倒したから大丈夫な感じが、大丈夫であってほしかった。まあいいや、走ろう。でアンテナをね、停止した時に、まあうわ膨大な数の死体が来た。ガイガカウンターがうるさくてさ、話せないさて、この町まで戻ってきて、でおさらいだけど、アンテナのとこで止めて終わるはずだったんだけど、あの変な階層かなんか見て、モノリスから問いかけが来て、何でも願いが叶うぜとか言っちゃうから、それに乗っかって、じゃあもう何でもいいから願いを叶えてもらおうってわけで原発目指してたってわけだ。ストロックの素の字もなかったわ。あのマリー降りよ。ほんとこれクセモンだよな、いくら車乗れるからって。でしかもさ、あれあのまんまで、あ、立ち直ったらいいんだけど、もう180度ひっくり返ったらもう復帰ほぼ不可能になるしさ。やべ、通り過ぎてた。ここの敵ガン無視して通り過ぎてたわ。この武器跳ね上がりが凄まじいんだよな。ちょっとこの跳ね上がりひどくない？精度もあまりよろしくないようだし。あ、倒れた。いや、スルーしよう。全然当ててこないし。はい、で銃声がでかい。え、あれは、なんでもない。仲間だった。ガイドさんはここにいた。ドクターに会いたい。どこでドクターのことを知った？
ああ、死体のゴーストのテープだね。ほう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 、隠し部屋。トレード。全然お金持ってねえじゃん。よし、ストロックの隠し部屋について聞いて。これはダメね。これは無視。ドクターに会え。遠くね。そうそう、この人からの依頼受けてたんだった。マグナムもらったよ。と言ってもこの人、まあもっとキャラクターなんだけども。あ、マグナム弾売ってんだ。あるだけいただき。ってことはこの357マグナムはおそらくモッド武器、これだ。あ、か、ん？あ、357マグナムじゃないや。まあ、でもマグナム系の武器だ。ごめんよ。かっこいい。ガンマンや。あれ？敵だよな。当たんない。当たってんのかが分かんない。痛い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 。おお。ファストトラベルがないから目的地行くのも一苦労だわ。こっちは以前も行ったことあるけどね。任務とは直接関係ないはずなんだけど、なんかアイコンの色が普段と違うんだよね。やろうか。で、この辺すげえモンスターいたはず。でも無視したい。あ、そう、こいつ。ガン無視。さあ、ここで敵を掃討すると、リボルバーで掃討してみせよう。あ、なんだなんだ？あ、敵だよな。こんなもん覗いてる場合じゃない。素手じゃない。あ、モンスターに襲われてるって感じか。死体の数すごくない？待って、どれが敵でどれが味方か分かんなくなる。おおおおおい。仲間。こいつマジで強いからさ。オッケー。で、敵の数もなかなかすごいよ。こいつ。いでででで。近い近い近い。こいつ勝てよ。よし。さあさあさあ、仲間がもう一人か二人ぐらいしかいないけど。
さっきのモンスターがうまいこと敵を倒してくれればいいのに。おお、え、多くね。わ、後ろ。普通にモンスターの方が強いですやん。わ、どこ。まだいる？待て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 。オッケー。報酬受け取れっつったってな。誰から受け取れと。だよな。そこまで戻れだよな。無理。で、隠れ家探しなんだけど、どうもアイコンがついていないくさい。自力で探せと。ここは以前から通れなかったし。そうそうそう、ストロックの隠れ家といえば前にここを来たことある。おほいほい、あるけど、そう、前は普通に敵がいたから結構苦戦したけど、今はもう死体しかないわな、そりゃ。もう一回あの隠れ家に行けと。こっちだっけ。ちょっと油断してたら死ぬから気をつけるか。突っ走ってっけど。隠れ家は、助けを求める声がしたけど、うん、隠れ家自体はここだ。うわ、ほい。え、なに。Hey, стрелок! Давай, давай, приходи в себя! Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли?Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали.Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность...пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. Э? 主人公。主人公ストロックだった説？マジで殺そうとしていた人物が自分だった？そんなバカな。ガイド。うん、尋ねた。尋ねはした。日誌には特に何も書いてないんだけど、任務を確認する限りストロックを殺せという任務がなくなってる。で、これまでフラッシュバック、夢は何度も見てたけど、ストロックの顔がずっと見えてなかったんだよね。で、結果主人公がストロックってことだね。これまでマー君って呼ばれてたけど。だけど記憶を失ってるってわけだ。記憶を失ってて、かつ自分自身を殺せっていう謎の任務を割り当てられたっていうね。で、ドクターって人が今ここに
隠れていたってわけなんだけど、フリピア地に秘密の隠し場所の鍵とそれを見つける手順についてあると。フリピア地ね、原発に向かう途中にあったあのやたらでかいところ、ここだ。うん、ガイドが言うにはドクターは後を追われていて、で今ここにいたと。じゃあこれで主人公の正体は分かったわけだ。主人公がストロークだったってこと。でも結局なんで記憶を失ったのかまでは分かってないよな。ともかくね、ここは不気味だから出ようか、上に。さっきから誰かうなだれてんだけど。この人か。え？生存者おったよ。倒しちゃったけど。ミリタリーさ、ライフルをさ、3丁もさ、抱えてるってなかなかだけど。よし、脱出できないんだった、こっから下降りないと。よし、なんかすんげえ音したけど、ここね、敵いるかも。だからここから出ようか。いるんだよ、なんかすげえの来てる。やだ、もうゾーン嫌い。ここに安全な場所はないのか。とりあえず脱出して。いやー、ワンワンもいるし、ワンワン撃ったら増えるんだよな。撃たなくても増えるんだけど。え、こんなやついたっけ。そういう飛びつき方してくる。なんか人面みたいな犬じゃねえよ、もうこれ。うおー、うわ、硬いし。これかっこいいんだけどさ、結構リロードに時間かかるんだよな。こんなやついたっけ、名前不明。で、これは誰だ。ああ、誰だじゃねえや、これ失敗した任務だったんだ。失敗した任務にちゃんとストロークを殺せがあって、なんです、殺せたって自分自身だからね、嫌だけど。この望みを叶えるもののこの石棺ってのが、まあ前回説明してなかったんだけど、原子力発電所の、なんだ、まあ、実際にあったあの原発事故、チェルノブイリ原発の事故であったその原子炉を覆ってる、まあ、棺、いわゆる棺を、まあ、これだ、石棺っていうもので、で、前回はその石棺というものが、石棺というもの、まあ、あれはいわゆるモノリスっていう名前がついてたけど、それからなんか語りかけがあって、でそれに触れると願いが叶うっていうのに乗せられていって、見事に騙されて死亡するっていうのがあのバッドエンドだったんだけど、で今のまあ分岐、まあ、今のクエストであれはただのデタラメだってことが分かって、でまあそんでこのプリピア市にあるホテル行って、隠し場所を、秘密の隠し場所がある部屋を見つけて、秘密の隠し場所を調べると、うん、モノリスは怪しいからね。もしかしたらモノリスのせいでなんか記憶をいじられてんのかもしんないし。あ、ここにデータベースあったんだ。よし、それじゃあ今回こんなところで、ちょっと装備整えて、プリピア地結構強い人っていうか、広いし敵も結構広く分布してるから、ちゃんと装備整えてから行こう。じゃあ今回こんなところで。
はい、ご視聴ありがとうございました。